皆さんどうも、テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役の新ゆうきです。さあ始まりました、東京リベンジャーズ YouTube。 少しね、久々になりましたかね。皆さんお元気にしていましたでしょうか。今日はね、もうすごいドキドキな展開になるんで楽しみにしてください。もう早速ゲストの方を、素敵なゲストの方をお呼びしたいと思います。この方です、どうぞ。皆さんこんにちは、松野千冬役の狩野翔太、よろしくお願いします。狩野さんどうしたんですか。やっぱりこう久々のね、はい、YouTube だから、はい、やっぱあの気合入れてこうと思ったら緊張しすぎてしまって、ちょっと、いやそう、あの、今日緊張するんですよ、ね、すごい緊張してて、実は久々だからっていうのもあるんですけど、そうじゃなく、今回はもうね、ここの場所からしてもあれなんですけど、服もね、ちょっといつもよりこう清掃というか、今日はもう緊張する理由が何なのかが分かる、はい、もう言っちゃって、いきますよ。今回はなんと映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦クライマックスプレミアの会場に突撃しちゃってます。よいしょ、ぶっこんでます、ぶっこんでます。だから緊張するんです。そうなんですよ、というのも、もうこの後私たちは、あの花垣武道役の北村匠海さんと、そして、松野千冬役の高杉真宙さんにお会いしちゃうんです。すごい、いよいよですよ。やばいよ、ずっとこうお会いしたり、何かがあればいいなって思っていたので、それがようやく、しかもね、すごいよ、このなんか一番緊張する場を用意したというね、この中でやってくれましたね。しかもどうやら本当スケジュールをこう縫ってお話しさせてくれるということなので、それは緊張しますわね。本当にもう粗相がないように、はい、なのでもうしっかり清掃で、そう清掃でピシッと真面目にいきたいと思います、はい、真面目に突撃、いきましょう、いくぜ。東京リベンジャーズ YouTube、 実はですね、今、はい、今回行われるクライマックスプレミアの会場セッティングがまさに今行われているということで、まさに今普段は絶対に見ることができないその会場セッティングに突撃しちゃおうと思います。じゃあ続いていきますよ、はい、よっしゃ、はい、ここでね、まだ扉、はい、まだ扉、この中でね、ちょっともういいよ、ここじゃないの、聞こえてきてますよ、本当だ、ちょっとじゃあお邪魔しちゃいましょう、よいしょ、失礼します。フォトセッション以上で終了です、ありがとうございました。すごいですけど、でここで、最後にキャノン演出を行いたいと思います。で北村さんにマイクをお届けいただきます。で、北村さんには通り名いよいよ決戦とイベントがあるので、会場に全員で拳を上げていただきたいと思います。あんまり大きな声出したらちょっと怒られちゃいそうなんで、ご覧の皆様は座ったままでステージの方を向いてくださいと。席もこんだけ上の方から始めてきたんで、では、僕が一旦いますね、行きます。では、キャムラさんコメント入ります。クローディングコメントしてあげます。以上をもちまして、映画東京リベンジャーズ2のハロウィン編決戦クライマックスプレミアを終了させていただきます。キャスト、監督の皆様でした、大きな拍手でお送りください。まずは、リバルのステージがそれぞれ出てきた方向に会場チェックしてらっしゃるんですね、こうやってレッドカーペットですよ。いや、すごいですね、本当にすごいこれ。で、ここは、フォーマットバルの皆様に見送りするそうか、汚さないように、そうね、すごいですね、こういう、そこにきっと東京リベンジャーズのありがとうございました、タイトルがバーンと貼ってある、で写真撮るんだよ、はい、以上、もちろん垂れ幕を真正面から見たいですね、見たいようなことでした。ちょっとさ、はい、ここ歩いてみたいよね、歩いてみたいですね。はい、じゃあここで今、大会役で練習させていただいて、この後、もう一回、左の頭から上げていただきます。いや、皆様、お待たせいたしました。ちょっと、カルタ、大丈夫ですか？緊張しすぎ、落ち着いて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 。いよいよ映画東京リベンジャーズ竹道役の北村匠海さんと主婦役の高杉真宙さんに一緒にガチンコ突撃しちゃいます。もう今日はもうすごい数の各種媒体さんが取材に来ているということなので、あの短い時間ではあるんですけれども、この YouTube でしか見ることのできない、絶対に見ることのできない最強コラボをお届けしたいと思っております。じゃあ行きますよ、はい、いやまあ緊張しますね、緊張するな、
こんなことあるんだね。でももういらっしゃるということなので、まあ、いよいよずっともう映画東京リベンジャーズをやって、ずっとこうお会いしたかったっていう、そうだね、ずっと会いたかったっていうところでもようやく会えるということで、そうだ、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、一回ちょっとカメラに向かってピースしとく、あ、ピースしますね、一回ピース、オッケー、待たせてるね、そうですね、行きましょう行きましょう、もう行きましょう行きましょう、いや気になるな、気になりますね、本当にこの、おお、いやいやいや、すごい、もうすげえ背筋ピンとしてる方がいるけれども、すごい、もう集会の時みたいな立ち方してる、ねえ、うわー、足長、足な、スラッとしてる、タケミッチ シフユ、うわうわー、タケミッチじゃん、すごい、シフユだ、めちゃくちゃおしゃれな服着てスタイルよ、おしゃれか、かっこよ、え、どう、タケミッチ、やっと会いましたね、やっと会いましたねって言われちゃったよ、はい、改めまして映画東京リベンジャーズにご出演のお二人に来ていただきました、よろしくお願いします、よろしくお願いします、いやー、もう早速なんですけども、ちょっと先に自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。はい、実写版花垣武道を演じております北村匠海です、お願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、松野千冬役を演じました高杉真宙です、よろしくお願いします、お願いします、よろしくお願いします、ありがとうございます、すごいコラボですね、うん、そうすごいコラボですね、いやいや本当にもうようやく念願かなってということで、改めまして、テレビアニメ東京リベンジャーズ花垣武道役の新垣です、テレビアニメ東京リベンジャーズ松野千冬役を演じてます狩野翔です、よろしくお願いします、さすがの声の良さ、めちゃくちゃ、いやもういいですよね、今ちょっと見え張っていい子で喋ろうかな、いつもよりちょっと違う感じがしますね、いい子で喋ろうかなって思っちゃいましたね、なんかその性能仕事も今までさせてもらったことあるんで分かるんですけど、はい、なんかやっぱこう骨に響く、骨に響きますか、老感とミッドの感じがやっぱすごいですね、あと こちらからずっと思ってたんですけど、うん、さっきもちょっと言いましたけど、スタイルとお顔小さ、かっこいいですね、もうドキドキしてて今、あ、本当ですか、非常に緊張して、もう聞きたいことも、ね、今年一番緊張してます、ね、本当に本当にお時間いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、緊張します、早速なんですけれども、まあ、こう竹道を演じるについて、まずどのようなイメージを持っていたのか北村さんにお聞きしたいなと思うんですが、僕が思う竹道は、はい、その仲間を信じれる人だし、そして仲間に信じられる人だし、それでいてものすごく短絡的なんですけど、なんかやっぱその日向を救うっていう一つの目的だけで一本の道を走っていく竹道が、なんか旗から見たら目的とずれてないみたいなことも、なんか常に自分の中に必ずこうゴールを見つけていく人だから、なんかこういろんなちっちゃいゴールでも大きいゴールでも必ず決めるのが竹道だと思って、なんか突っ走るっていう、だから本当になんだろうな、技術的なことというよりかは、俺もこの東京リベンジャーズで一緒に共演してくれる仲間たちを信じるってことをとにかくずっとやってました。テクニカルなところじゃなくて、竹道やっぱ気持ちで作っていくのかなっていうところが僕も多かったんですけど、はい、演じ方というか竹道演じるときに気をつけてることとかはありますか。まずアニメのリベンジャーズから拝借したものもありました、はい、あ、そうなんですか、あら、嬉しい、走り方、走り方、はい、走り方はこれさんまさんに言われたんですけど、はいはい、さんまさんにはバレたんですけど、おアニメと同じ走り方してるっしょって言って、佐々さんすごいですね、すごいですね、まあ、お好きで見てくださるんですよね、走り方でなんかいつも役って考えるのはその歩幅だったりとか、うん、その肩のスタンスだったりとか、はい、そういうのはまあ、金髪の竹道と、まあ、現代の竹道でその猫背加減だったり、なるほど、なんかいわゆるその竹道にとっては、まあ、清正に人生をむちゃくちゃにされる前までの竹道の金髪だった人生って輝いてたと思うから、はい、すごくその自信のある立ち方、スタンス、うん、確かに、でもなんか現代はこうだし、うん、下しか見れないような竹道っていうその身体的なところからはすごく入ったりとか、うん、そうなんです、あとまあ声に関してもその
若い竹道の方がちょっとキーは高めに作ったりとか、なんかそういう細かいの僕だけやっぱりすごくこう変化があるんで、そうですね、そういう演じ分けはありました、やってました。そうなんです、ね、いやでも僕のそのテレビアニメ版ではこうやらせて演じさせてもらうときに動きは確かにイメージはするんですけども、その、うん、なんだろう、声とかでその演じ分けっていうのを逆に僕そこまで意識してなくて、うんうん、中身が同じというところと、うんうん、その特に最初の頃その清正くんにボコボコにされる前とかは基本ダメ人間のままだったりするじゃないですか、はいはいはい、その堕落的なところっていう方に意識されてたんで、でも言われて、あ、そういうところも竹道のぶなんて竹道らしさだなっていうのを聞いて、そうっすね、今めちゃくちゃ盗みそうだなと思って本当もっと早く変わらせてなんかでもその アニメ版ってやっぱりその声だけで何もかも表現するじゃないですか、はい、でも僕らはやっぱり体も見られるし、それで言うとね、顔なんかもう全部出てしまうからこそ体全体を変えないと、そのやっぱ実際の20代と10代って必ず違うはずなんで、 そうですね、それは表現できないかなと思ってやってました。いや、さすがです。いや、ありがとうございます。続いて地冬に関しても聞いてもいいですか。地冬はどうですか。まひろさんって呼んじゃっていいんですか。もちろん、もちろん呼んでください。まひろさん、まひろでも、はい、まひろさん的にこの地冬ってどういうイメージですか。もうでも目的は僕ははっきりしていたので、はい、特に地のハロウィン編に関しては、はい、だからバジさんを救うというか、はいはい、そういう気持ちでやっていく中で、その同じ、まあ、何かを気持ちが通じる仲間を見つけていく中で、その一緒に立ち向かっていくっていう、なんか、目標を見つけたらもう本当にそのまま突っ走っていくタイプで、の中でその考えていることが全部頭に出ていて、もうあとは気合だと思ってやりました。すごい似てるというか、僕と本当に捉え方が一緒で、はい、演じる時ってどう意識しました。僕もそのアニメとか漫画とかからそれこそ立ち姿はやっぱり、気合い入っている立ち姿ってどんななんだろうとかっていうのは、不良、まあやっぱちょっと僕の中で何でしょう、少し抜けてたのがやっぱ不良感とかっていう部分だったから、不良、この気合の入った不良はどんな風に立つのかなと思ってアニメから見て立ち姿を真似たりとかはしてましたし、なんかそこが結構主に自分の中では、もう本当に地冬っていうキャラクターはその自分の感情に正直な子だったので、だから台本に書いてあることっていうのをまんまこの子の感情だと思って読み込んでやってましたし、だから感情が姿に現れればこの子はもう地冬になるんだろうなと思ってやってましたね。すっごいいいこと言ってます。ありがとうございます。感情を姿に、感情を姿にする、これちょっといただいてもいいですか。これから先我が自分の言葉のように発してもいいですか。使っていただけるんですか。マジですか。実写の前編を見た時にこのお二人のこの会話、竹道と地冬の会話がすごくなんか、まあ、アニメと映画の方で中学校と高校でちょっと違うみたいな、ね、ね、なんか僕らがやってる時同じやり取りをしてるのに、なんかすごい僕らよりなんかちょっといたずらっ子感がちょっと強く感じる、はいはい、なんかお二人っていう気がして、なんかあそこをこのまあ お二人でこうなんか演じられる時になんかこういう風にしようみたいな打ち合わせとかしたんですか。逆にその打ち合わせない中でアドリブが多かったです。アドリブ多いですか。もしかしてずっと見てて思ったんですけど、めっちゃ多いです。やっぱりやっぱそうですよね。そうなんですね。ここは多いっす、ね、そうですね。2人のやり取りは多かったっすね。ワンの時はそれがあっくんとかみぞこうのメンバーと多かったんですよ。僕にとってはそういうなんか自由な場所っていうのがやっぱ2における相棒ができて、地冬とのシーンはそういうのが多かったです。確かに
竹道としてあの、ね、心許せる仲間というか その時過去に戻ってのまだ遠間に馴染めてない中でというところ で地風が出てきてと、ね、地風が出てきて、そうか、じゃあそうずっと気になってたんですよ、その自然体なところっていうのが、はい、アドリブだったんですね。まだまだたくさん話したいこといっぱいあったんですけれども、ここでちょっとお時間来てしまったということで、あの映画の告知の方をよろしくお願いします。わかりました。映画東京リベンジャーズがいよいよ完結します。共に戦い誓い合った東卍結成メンバーとの決戦、前編に続き後編も大ヒット上映中です。感動の熱き男たちのリベンジをぜひ劇場でご覧ください。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。できることならばまた機会があればそうそうお話しなさい。次やっぱ舞台版の方たちも呼びして、もう竹内さんに揃えて、志風も3人揃えたいですね。志風も揃えてやりたいと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。というわけで今回の YouTube 映画東京リベンジャーズ2血のハロウィン編決戦のクライマックスプレミアに突撃してみたをお届けしましたと。いやもう最高でしたね。楽しかったね。楽しかった。しみるし、もうこのテンションになるのも本当にようやくお話もできて、どうだった北村さんには。どうってまずやっぱり顔もちっちゃいし、スタイルもいいし、高杉さんもそうですけど、やっぱ何よりその実写の演じ方、こうも違うのかっていう部分と、超勉強になりました。やっぱその姿勢から入るところ、姿勢とね、その猫背具合だとか走り方、歩き方、それもしかもさんまさんに指摘されてるっていう、さんまさんが見つけてるっていうのが、さんまさんでこれもすごいことですよね。もう一番目から鱗だったのが、はい、感情を姿勢にする。あ、もう使ってる。感情を姿勢にする、もうこれ俺あの自分のこのキャッチフレーズにしようと思います。座右の銘です。座右の銘が出てもらった。座右の銘、感情を姿勢にする。というわけでテレビアニメ東京リベンジャーズ天竺編はですね、2023年10月より MBS テレビ東京 ATX 他にて放送開始となっておりますので、はい、アニメの方もよろしくお願いいたします。ということで次回の東京リベンジャーズ YouTube は一体どんなところに突撃したり手当たりしていくのか、うん、また光野さんも来てくださいね。行きますよ。今回俺初めてちゃんと体当たりしたもん。あ、そうか。この YouTube で。そうか。そうですね。初めての体当たり。今後もよろしくな。ね、よろしく。相棒。もう合わせてやろうよそれ。じゃあ行きましょう。行きますよ。せーの。今後、今後もよろしくな。今後もよろしくな相棒で。そうだね。じゃあ行きますよ。せーの。今後もよろしくな相棒。今回の動画が面白かった、シン、これからも頑張れよと思ってくださった方は、チャンネルの登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。リクエストはコメント欄にお願いいたします。ありがとうね。